アンチャーテッド海賊王と最後の秘宝を続きやっていきます。では、ここからは安全だというエレナのだけど、ちょっと待って リロード、あ、片手しかないからこれ武器しか持れないのか。おで、どっち行くんだっけね、ちょっと前回から間空いちゃったから どっち行くんだっけ。だエレナの向いてる方に行けば正しいか。でもこっち気にならない。こっちから来たの？来たんだっけ？こっちから来た？あれ？あれ？元気？つながってる。そうみたい。あら元気？って言われた。え？あ、こっちはこっちからでも別に行けるみたいなこと？え、こういうところに、なにこれ？あ、今ここからこう来ようとしたのか？こうやって行ったらこっちから来たみたいなこと？え？は？つながってる？つながってて？え、この先に行けないってことはこっち不正解ってこと？あ？じゃあこっちか？エレナが向いてた方じゃない方に行くのが正解？あ？嘘だろ。何？こいつらエイブリーの手下か。死人に口なしってやつ。エイブリーの手下もこうやって死んでるってことはテューの方がやったってこと？トーマス・テューの方の仕業ってこと？それかエイブリーがまあ独り占めするために部下たちも殺してしまった。まあ死んでしまった。え、こっち？こっちから来たんよね。やばい。久しぶりすぎて。あれ？これ戦った後、ん？戦ったみたいな後。あ、こっちか。手下対エイブリーの手下。あ、そう。そういう構図ね。でもここ、俺ら、我々も戦いそうな感じがしないでもないけども、そんなことはないんですか？あ、扉だ。扉だ。行くか、行くけど大丈夫そう？本当にいないんだよね。ねえ、エレナ、本当に他のレイフたちのあいつらとは違う道に来てんだよね。いないんだよね。ここ開けてもいないんだよね。いないんだよね。どれどれ？なんか紙持ってる？紙じゃなくて鍵だった。鍵みたいね。紙じゃなくて鍵。でも紙も持ってるよ。その目も何、ね、うん、そう、ほらほらほら。紙だけじゃなくて、違う、鍵だけじゃなくて紙も持ってるっていうことを先に言いたかった。じゃあ読みます。テューが手下に書いたんだ。テューが手下に書いた。ほう。バートン注意、この後に及んでエイブリーはと、ちょっと待って、俺喋ってる。マズルクが喋ってるんだから二人とも黙りなさいよ。ちょっとそういうとこあるよね。二人ともイチャイチャしてしてないか。ごめんなさい、してなかったわ。バートン注意、この後に及んでエイブリーは逃亡の手はずを整えている。この海域から逃れれば間違いなく我々の宝と共に姿を消すだろう。このマスターキーがあれば奴のトンネルゲートを開くことができるだろう。だが気をつけるんだ、注意。奴は我らが追ってくることを予想しているに違いない。キ君？キ君でいいのかな？片君？どっち？高君？キ君か？キ君、キ君とキ君？これもう注意って言ってんだから注意、違うか、バートン注意。バートン注意に向けてんだから、最初に注意って呼んでるのに、急に心にキ君、キ君っていう、言うこの人。まあ、いっか。部下がトンネルを探索している間に、私が、正体を、谷に送り込み、逃亡を阻止しよう。阻止しよう、うん。神が我らに勝利を与えるならば、明日の日没までに我らは再び海賊として、我らの宝を手に、風を帆に捉え、我らが住む、望む自由な暮らしを胸に、まだ見知らぬ、ちまき？ちまきじゃねえ、なんだっけこれ。あれ？ん？ちまた？あ、違う？あれ、港？ちまた？ちまきではないことは分かった。ごめんなさい。最初に。ちまた、港でいいんだっけこれ。もういる、分かんなくなってきちゃった。もう。やべえ、日本語が不自由すぎるな。ごめんなさい。また怒られるかこれ。まあ、大丈夫か。
港へと船、ま、船なんだか港だな。コーンウォー、トーマス・デュー、船長。はあ。まあ、そのバートン注意はもうここで息絶えてるから、この鍵を手にしたまま、ここで息絶えているということは、このマスターキーがあれば、トンネルのゲートを開くことができるってことは、トンネルのゲートは開いていないってことだよね、今ね。ここの、この段階から今まで。裏返す。あ、あ、裏にシンボルが。鍵穴を探しましょう。鍵穴、これ謎解く、これ絶対謎解くやつでしょ。ちょっと、あの、あれじゃない？ネイトさ、手、腕、それ結構疲れるでしょ、その裏返し方。こう、こうすればいいけど、こう、ちょっと、もうちょっと、まあいいか。これはなんかのヒントだよね。デスとなんとか。これ読めないの？あ、読めるわ、読めるわ。道から迷い出た者にはしよう。っていうことは、これ一発でやんないと死ぬってことを予言してる。予言はしてないか。予言っていうか、それを、趣旨してる。示唆してる。示唆してるよ。ちょっと難しい言葉もどんどん使っていこう。年末だから。年末じゃないかも。戻る。もう、違う、間違えた。また読んじゃった。また読んじゃった。違う。そんなに読まない。全然物語が進まないから。もう、はいはい。これでいくぞ。だこっちは、この鍵と手紙がここにあったってことは、もう絶対にこっちには行ってないね。こっちに脇道がある。あ、こっちが主の道か？これまた爆発するやつか、これ。ミイラが。ちょっと待って。怖い。こうやって逃げるんだよね。こっちやってこうやって逃げるんだよね。大ジャンプね。こう行って、こうやって大ジャンプ。よし。こう行って大ジャンプ。OK。大ジャンプの練習はできた。待って、これこっちから行っても爆発、こっちから行ったら爆発しないみたいな。これゆっくり行くみたいな動作ないの？あるじゃん。うわ、最高。大丈夫？ちょっと待って。あ、これはダイナマイトミイラじゃない？ダイナマイトミイラじゃない！本物の人ってことじゃ。本物だ。見せしめだ。うわ、見せしめだ。目を覆うならやめたらいいのに、そういうことすんの。目を覆っちゃってるじゃない、そんな目を。目を覆うならばね、こんなことをするべきじゃないんだよ。ネイト首。ネイトの首90度じゃない？すごい上見てる。ネイトの首90度に曲がっちゃって。もうここに来て体を酷使させられている、マサルコの操作によって。これ大丈夫？あー、ダメ！これだーい！大丈夫。危ねえ。いや、まだ、死んでしまう、ここ大丈夫か？あ、ちょ、どこに、ちょっと違う。だってさ、こうさ、もうさ、こう、このゲームやったことある人はさ、まっすぐ、さ、これさ、思ってたんでしょ、今絶対。この入り口のところのさ、これがさ、普通のミイラじゃん。本物じゃん。だからさ、安心してさ、そりゃさ、人は誰だって安心して進むじゃん。だけどさ、これ絶対今さ、これ見てくださってる方でさ、このアンチャーテッド海賊王と最後の秘宝をやったことある人はさ、今絶対思ってたんでしょ？これどうせマサルカはアホやからこのまま素直に進んでって絶対爆発に巻き込まれるぞって分かって見てたんでしょ？ねえ、見てる人たち。でもこれさ、こう言って、これさ、回避することできないの？ねえ、ええな、これ回避したいんだけど、これさ、撃ったら、なんで、撃てない？いや、ピストル積もって、これさ、撃ったらさ、解除されないの？ダメなの？え、もうこうやって、大ジャンプで避けたから近づいて爆発させなきゃダメだよね。待って、そうやって、なんでしない？ティリティリってなれ。なんでならんの？こいつなるだろ。ティリティ、あれ？あ？こいつ、この人は本当の人だよね。待って、どうやったら発動した？この上向いて、こうやって上向いたねってなって、その後こっち行って、こう行こうと、よし、この時にこっち、よし。で、もっとこっち行く。もっとこっち、ここに隠れ、防空壕。よし。ここにいよ。
よしよし、これで全部だ。オッケーじゃろ、もう。もうむせるよな。よし、これで全部か。いや、待って。全部と思いきや、これあれでしょ。このキプレイの方々、まだマサルコここから安心してどうせ進んでまた爆発に巻き込まれるんだろうなって思ってるでしょ。どこ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 、ちょっと待って、おい、ちょっと今でも違うよ、違う、今の分かってたじゃん、分かってたけど逃げる方向ね、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとずるいってずるいって、それはそれはさすがに、はい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 、これで、はい、こっち逃げる逃げる、もう一回逃げる、もう一回、ちょ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 、逃げて、逃げ、あれ逃げるとかあったよね、こっちに、よし逃げて、こっち逃げる、でもう一回爆発するでしょ、エレナとこ合流してびっくらこいたねっつって、でこっち側にまだあるんでね、どこだ、どこが爆発する、こいつか、どいつだ、どいつだった、今まだもう一段、よしよしよし、こいつはこっち来るから、こっち、もう一回こっち、どう、よし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 、いいぞ、もうないべ、えな、なんか言って、えな、なんか言って、ちょっとまだ、まだあるよ、まだある、絶対ある、絶対ある、絶対ある、もうもうもう、これ慎重に行く、さすがに絶対まだあるから、これどっちか行くだろ、これこれ本物か、本物か、ここまで来て大丈夫なの、あ、これこれ絶対こっち、これ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 怪しい、これちょっと待って、一回チラッと行って、あれ大丈夫か、チラッと行って、うわー、これいっぱいいるじゃん、ちょっと待って、こっちは、こっちはもういない、こっちは何もないのか、もう、あ、今なんかあった、違うか、ここにも逃げ込めたってことか、ちょっと待って、この先に絶対あるから、まだ絶対あるから、まずこの人でしょ、大丈夫、この人大丈夫、チラ、この人も大丈夫そう、本物に近い、本物に近い、でもこの二人が危ない、こいつが危ない、怪しい、怪しい、大丈夫か、ここまで来て大丈夫なら大丈夫なのか、大丈夫か、待って、こっちも見よう、うわー、これはどっちか行くよ、これちょっとエレナが邪魔みたいなとこない、ねえ、逃げるとき声でかいか、ごめんなさい、声がでかかったらごめんなさい、編集で小さくするとか多分忘れてると思う、これ怪しいね、怪しいね、こっちが怪しいね、これ通るときになってててて、てえ、なんでこっち向いてんだよ、なんでこっち向いてんだよ、え、本当に大丈夫、ちょっと待って、怖い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 、この出口怖い、ちょっとエレナ先行ってよ、ダメ、うわー、いるわ、いなさるわ、いっぱい、ちょっと待って、ちょっと待って、これは絶対どっちかどっちかだよ、これなんかさ、ん、なんかある、なんかあそこに光って、ちょっと待って、ちょっと待って、こう行って、こう行ったらこっちね、爆発するの？どうだ？お前は、じゃネイトと、相当心配性だったのね。何？この人ってどの人のこと？俺のこと言ってる？俺のこと言ってる？今俺のことディスった？ちゃんと心配性だとかじゃないじゃん、だって死ぬんだよね、爆発したら死にたくなくない？でも心配性ねって言ったってことは大丈夫ってこと？本当に大丈夫？本当に大丈夫っぽいわ、大丈夫っぽいわ、ちょっとビビりすぎ、何わって言ったの、なんでわって言ったの、これどうすんの、これどうすんの、これ降りて大丈夫、じゃあ、違う、これ降りたところにあれあるよ、いるよ、ほら俺には見えた、あそこにいるやん、これさ、降りてあいつら絶対にあいつら爆発するんだわ、だからそのまま、これ手前に行けるんかな、手前はどんな感じ、手前見えないな、でもこれ手前に行けないんだとしたら、これさ、もうあれだね、多分これは向こう側にもう行くしかないね、ダッシュで行こう、それで爆破するから、はい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 、急げ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 
っと間に合う間に合うこれ。いい動き。いけ。どうも。よし。どうどうだよ。どうだよ。引っかかんなかったぞ。どうだよ。俺の読み合ってただろ、エレナ。命拾いしたあなたのおかげで命拾いしたわ。また惚れ直しちゃったって言ってよ。ねえねえ言ってよ。ねえ人魚だと人魚だと人魚だぞこれ。うん、スタイルがいい。骸骨がぶら下がってる部屋よりは不気味じゃないかも。でもやっぱり不気味。うん、不気味は不気味だな。3点ってとこ。うん、4点。4点も。うん、なんでエレナのが高いんだよ評価が。ちょっとドクロさんが落ちてきた。ちょっと待って、何何、音楽が不穏なんだけど。何、やめて。どっちこれ、どっち、こっち、こっちじゃない、こっちじゃないけど、なんか宝物ないそうねえ。ん、なんだこれ。あ、宝物あったじゃん、あったやん。よし、あったから、じゃあこっちじゃない、道はこっちだ。ちょっと待って、気をつけろ。こういう感じで、こう耳おかしい。かなり下ってるな。あ、気候の、気候じゃない、気圧、気圧の話してる、気圧の問題。気圧は嫌だよね。あー、こうやだやだやだ、ここやだ。これさ、謎解きか、また謎解き機だこれ。これさ、一発で落ちるやつじゃん。最悪、また罠みたい。これ、あれじゃない。あ、目印の足跡もなし。わかったわかったわかった、これわかる、これわかる、これだ、ノートだ。これの、調べるで、この紙の裏ですよ、紙の裏、裏返す。手紙に書いてあるシンボルと同じだ。ここうん、ティウは罠の避け方を伝えようとした。そうね。じゃあこれを、じゃあこれを見ながら行きたいけど、見ながらができないから、これちょっとスクショを取ってだ、ちょっと待って、スクショを取ってだ、それを見ながらやった方が、結果早い。ちょっとスクショ、ちょっと待って、カシャ、取ったから、よし。でこれを見ながら、音楽は不穏なんだよな。これ見ながら、ね、このドクロになってるやつ、これはドクロか、すごいちょっと見えにくいな。ドクロのやつと船のマークもある。船のマーク、こっちは船のマークか。船のマークはこれか。船のマーク、これ向きがな。あ、待って、ここ行けるぞ、こう行ける、こう行けます。でこの十字架、十字架は、十字架ここ行けないな。十字架ダメだ、ここダメ、ここダメです、ここダメです、こっちが乗るとダメだ、いけない。ってことは、待って、ここは、待って、この骸骨のところは、骸骨のとこの右下がダメだから、ここはまっすぐ行ける、行ける。で次また、ここ待って、この十字架のところの、ここは行ける、ここは行ける。で次は船のマーク、船のマークは下の底の方、下2つが通れるから、あ、ここダメだ。っていうことは、待てよ、こう戻ってだ、で骸骨のところの、むずいな、骸骨は右下以外は行けるから、ここ行ける。幸先いい感じ、いい感じ。そんじゃついてきて、気をつけてよね。ちょっと待って、次どうしたらいいんだ。右下ミイラをダメから爆発させてこと は、 ミイラ爆弾はまだ初心者だからさ。ちょっと2人の会話は全然聞いてない今。ここはいけるな、ここいける。ほんで、十字架のやつは、あ、ここダメだ、ここダメだから、船ここいける、ここいける。でここいけて、これこっちまで行くか、こっちまで行けて、今のところ順調で、こっちまで行ける。どんどん行っちゃう。ほんで、ここだ、ここは右下以外は行けるから、ここ行けるでしょ。でこれまっすぐ行くと落ちるから、ここは
ちょっと待って、ここは。ここ行けないな。あ、これジャンプで行けんのか、もう。あ、違うか。わかった。え？ここ、あ、わかったわかった。こう行ってこうだ。こう行ってこうだ。よし、行けた。よし、ゴールだ。見たか、エイブリー。ヒヒヒヒ。ヒヒヒヒヒヒ。一発クリアです。あー、待って。この後にいるんじゃないの？ここなんで、なんか登れそう。登れそうじゃない？登れないのか。なんか登れそうな雰囲気してた。ミイラ大丈夫？いないね。あそこから行けそうだ。捨てたけど大丈夫か？もう明るいの？あ、明るいのか。あ、あ、大丈夫。やだこれ、デューの手下の残り。どれ？ああ、だろうな。どれ？きっとエイブリーは見せしめが好きなんだろう。どれ？ミイラ爆弾を作るのが好きだったみたいね。あ、この人たちか。はあ、まだいるぞ、ミラ。ここは気をつけて歩こう。ちょっとこっち側から行きたいな。行けないか。あれ絶対また来るでしょう。あれこれ。いい。ウィーウィー。大丈夫か。大丈夫なのか。ドイツかドイツなんだ。ウィー。大丈夫か。あー、そろそろ来そう。え、これはミイラ爆弾じゃないのか。君たちは、君たちは大丈夫なのか。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 大丈夫だった。あ、これ鍵じゃない、さっきの鍵穴と鍵。待って、罠かも。うん、そうね。他に選択肢ないだろう。でもうまくいく気がする。それ今までうまくいったことないけどねって思ってるよね、エレナは。それでうまくいったためしないけどな。まあいいか、そんな思い。自動ドア。ほらな。あ、罠です。あ、でもちょっとチュー、チューするタイミングじゃない。止まなかった。くそ、ナイフなんか持ってないよな。うん。だけどあの人の件、ねえ、手貸してくれる？これはゆらゆら揺れるやつか。ゆらゆら揺れるやつか。ちょっと待って、なんか後ろから火ついてるけど。後ろ火ついてますけど、どんどん。え、取れないの、まだ。まだダメ？もういけるでしょ。え、ダメ？よし、取れた。急げ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 、連打が苦手な、連打が苦手です。よし、いけて、いけて。どっち逃げる？こっちか。早く行くんだ。早く早く早く。嘘でしょ。早く。ちょっと待って、俺が終わり。俺死にそう、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 俺死にそう。やってるって。あ、間に合ったらしい。うわ、守れ守れ守れ、そうだ守れ。危ない、女子の顔に当たってはいけない。守れ、大丈夫か、エレナ。エレナ大丈夫？エレナ、エレナ、ちょっと待って、エレナが喋ってないよ。昔みたいだな。違うんだよ、エレナが喋ってないって。エレナ、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 嘘だろ。おい、嘘だろ、エレナ。なに、王子様。おい、勘弁しろよ。なんだよ、おったく、騙されたぜ。もう、自分だってもっとひどいことしたでしょ。マジ心臓止まるかと思った。どれどれ。イチャイチャしてる、イチャイチャしてるぞ先生。この二人イチャイチャしてますよ、この子に及んで。俺がしてきた分はシャラだからな。全部ね、いい。ダメ、そうはいかないわよ。
もう顔が泥だらけになってる。先生この二人ちゃイチャイチャしてます。先生まさかこんなところでロマンチックになっちゃう。うん、私ちょっと変わってるのかも。先生ちょっとこれイチャイチャしてます。この男と女がイチャイチャしてます。先生悪くない、注意しました。ほらバチが当たる、ほらバチが当たる。サムか、サムなのか本当に。じゃあちょっと今回短いかもしれないけど、あ20始まる、銃声がする。でもサムかどうかまだ分かんないけどね。じゃあ墓場の戦場チャプター20まで来ました。ガレオン戦、そうみたい。え、もうそんな海の、じゃあもう座室でもう終わりじゃないこれ。もう次回終わりのパターンあるんじゃないの。じゃあちょっともうなんか終盤っぽくない。あーなんかあそこ登るとかあんな。ちょっと今回はここまでにしたいと思います。ちょっとイチャイチャしてるのちょっと今度それちょっと報告しないとまずいと思うんだ、ちょっとさすがに。ということでご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。ゲームが上手になりたいな、ホットビンタに褒めてもらいたいから、コントロールを握る。でもいつもお母さんは似ていてばかりで俺を